では岩田投手からファンの皆様へ引退のご挨拶です。今日はこのような盛大な引退セレモニーをご用意していただき、本当にありがとうございます。タイガース関係の皆様、裏方のスタッフの皆様、監督、コーチ、そしてチームメイト、トレーナーの皆さん、本当にありがとうございました。私は2005年にタイガースの方で、希望枠という形でお世話になることになり、早16年が経ちました。その中で入団会見の時に、希望の星になりたい、一型糖尿病の患者の希望の星になりたいという思いを胸に、頑張っていました。それがようやく形になったのが3年目が終わった後、4年目の2009年からです。そこで一型糖尿病患者を招待して頑張っている姿を見せれるように日々努力してきました。その患者の会った時に最初はやっぱり怖がってる顔をしてるんですけど、たくさん話すうちにすごい笑顔になっていくのがとても嬉しくて、やっぱりこういう活動をしていて間違いじゃなかったなとその時に思いました。それがもう12年続きました。タイガースの選手として16年プレーさせていただきましたが、今年でユニフォームを脱ぐことになりました。たくさんの声援をくれたタイガースファンの皆様、本当にありがとうございます。僕一人ではここまで長くやっていけるとは思ってませんでした。やはり家族の存在があったからです。試合で抑えたときは当然のようにニコニコして家に帰ったときは笑いながら、よかったねって、よかったなって子供からも言ってもらえたり、打たれて負けてへこんで帰ってるときもすごいニコニコいい笑顔で、また頑張ったらいいやんっていう、っていう言葉に救われてここまでやってこれました。家族のみんな、ありがとう。そしてこうやって寒い中応援に来てくれるファンの方々も、僕にとってはみんなビッグファミリーです。皆さんがいなければ続けられませんでした。
本当に感謝しています。まだチームは CS が残っていて、日本シリーズも可能性があるし、僕は行ってくれると信じます。日本シリーズに行ってもらえるように、皆さんまたまた熱い声援よろしくお願いします。本当に16年間熱い応援ありがとうございました。岩田投手ありがとうございました。